アンドレイ・ビクトロビチーワノビチは、ブカレスト生まれのロシアのピアニスト。幼少の頃、ルーマニアの名ピアニストバレンティン・ゲオルギウの勧めで、家族と共に、ロシアに移住、音楽の専門教育を受け始める。サンクトペテルブルク音楽院卒業後、クネーシン音楽アカデミー、カールスルーエ音楽大学に学び、エヌ・ペルノーバ、アイアントノーバ、エヌ・ユジャニンに指示。W、カペル、 カサグランで、新しなっ多くの国際コンクールで、優勝や入賞を手にする。1996年のカーネギーホールで、リサイタル、ニューヨークコンセールレビューを開き、その演奏は、多くの点で、若きアシなアジア、比類なきディヌーリパッティオも思い起こさせ、どのような惨事でも言い尽くせない。と絶賛された。これまでにロシアナショナル管弦楽団、 サンクトペテルブルクフィルハーモニー、バーデン・バーデン等のオーケストラ、アール・マルティノフ、ミハイル・プレトニョフ、イチェルヌイシェンコ、エルクレーマー等の指揮者やタネー・エフ・カルテットと共演。2001年、1957年のグレングールド、ソビート公演のドキュメンタリー映画、グレングールド・ロシアの旅に、M ・ロストロポービチ、V ・アシュケナージ、N ・シタルクマン、V ・トロップラと共に出演、JS ・バッハの フーガの技法を同映画の中で演奏している。2003年、サンクトペテルブルクショパン協会の名誉会員に選ばれ、翌年には、スウェーデン王室より招待を受け、ベルナドット伯爵95歳記念コンサートに出演。2008年には、ウラジカフカスでのブラディミール・ゲルギエフ・ゲルギエフフフェスティバルでリサイタルを行っている。現在まで、アメリカ、ドイツ、フランス、 ウクライナ、フィンランド、ベルギー等世界中の舞台で演奏活動を行っている。日本へは過去2007年、2011年の2回の来日公演を行っている。演奏家としての活動と同時に、サンクトペテルブルク音楽院ピアノ科の准教授であり、更新の指導にも当たっている。レパートリーは、スカルラッティ、JS バッハなど、バロック作品、ドイツ古典、 ロマン派から現代を音楽まで幅広く、中でもモーツァルト、ショパン、ラフマニノフ、プロコフィエフ、シチェドリンを得意とするが、スクリアービン、グラズノフやセルゲイ・ラプノフのピアノ競争曲のような演奏頻度の少ない作品を演奏することもある。20世紀の偉大な指揮者、エフゲニーム・ムラビンスキーは作曲家としても作品を残しており、生誕100年を記念して2003年。 世界で初めてとなる彼のピアノ作品の録音を行い、BBC においても放送されている。ロシア歴代のビルトゥオーソピアニストが持つ強靭なタッチと極めて繊細なピアニシモを合わせ持つ。アレクサンドラ・ムラビンスカイアが高評価をしているピアニストでもある。ありがとうございます。